韓国・中国から復活水素を輸入化中国の上海証券法によりますと中国のハマカ集団が韓国の半導体メーカーから復化水素を受注したことが明らかになりましたこの中国製の復化水素高性能な半導体の製造に使える純度があるのか分かりませんしまたそういった純度を 満たたししていたとしていとも日本製のフッ化水素とは特性が違うと思われますので実際に半導体の製造に使えるようになるまでには半年から1年以上かかるものと見られております。またこういった事実上の米中冷戦下の中で韓国の中国にすり寄る行為は日本からしてもアメリカからしても 良い動きとは捉えることはできないでしょう。日本政府にはこういった韓国による中国寄りの姿勢について、今後、米中冷戦の中で日本が取るべき立場を明らかにしていただき、韓国政府がどの国に、どの陣営に就くのか、 しっかりと検証していただき、日本として韓国政府との関係について、こういった中国との関係も考慮し、しっかりと決断を下していただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました